ツインズナインスリ3アストロズ、6日、日本時間7日、ターゲットフィールドツインズのホセミランダ内野手、26、が、本拠地でのアストロズ戦でメジャー記録体となる12打数連続安打をマークした。1日のタイガース戦の第4打席で中前だ。4日の同カードで5打数5安打。 前日のアストロズ戦で9号ソロを含む4打数4安打を記録しメジャー記録まであと2本に迫っていたミランダは、この試合に4番3塁で出場。初回の第1打席で死球を受け、2回2死13塁の第2打席で適時中前打を放つと、4回1死走者なしの第3打席で中前打を放ってメジャー記録に並んだ。 記録更新がかかった6回の第4打席はサヒに倒れた。過去の12打数連続安打は1902年ジョニー・キング、カブス、1938年ピンキー・ヒギンズ、レッドソックス、1952年ウォルト・ドロポ、タイガースに続いて72年ぶり史上4人目の快挙。 1961年のリーグ拡張以降は2002年バーニー・ウィリアムズ、ヤンキース、2016年ダスティン・ペドロイヤを抜いて最長となった。この日は3打数2安打1打点で、今季は規定未到達ながら72試合で打率3割2分8輪、9本抜いた43打点、オップス901、ベジャー記録に並んだことに、 言葉が出ないよ。野球にとっても、僕自身にとっても、本当に特別なこと。最高だよ。歴史の一部になれて嬉しい。と喜びを口にした。